田が滅び、豊臣が崩壊した日の本の国は今戦国最大の合戦へと向かおうとしていた。天下をかけたラストパーティーの始まりだ。優勢全身全霊をもって挑み、いつの日か決着は。天下とはきっと思うよりはるかに大きく重いものなのだろう。貴様の犯した罪を私は許さない。伊達政宗。こいつはラストパーティーにふさわしいサプライズだぜ。劇場版戦国バサラ・ザ・ラストパーティー。蹴りをつけたい友がいる。